俺ホロンさんで言いました。いや後悔するってタコワンさん、マジでやめとけって本当全部本当のこと言ってんのに。タコワンさんなの、やば。いやー、大川さんとこっち来ても意味ないよ。嘘。2019とか、あつぶらいつぶりっすか。今年の2月ぶりらしい。できますね。はーい、お願いします。シェリフ来い。シェリフやりたいっすか。行使してんだな、力を。やっからやりたかったな。早すぎてさ、今メロちゃん泳がしたでしょ。は一瞬待たなかった。ボタンが開いてなかった。これは鍵もできないのもうなずけるわ。さっきよりはでも遅い。さっきよりは多分ちょうど10秒ぐらいです。今鍵はできると思うね。さっきも鍵できたし、鍵はできる。鍵はマジでやり方分かんなかった。行動に S を打ちまくってました。1、2、3、12人。尋常じゃない。ペンペレン。おえー、はい、無駄だ。いいよ。あ、いや。あそこが早い早い。めちゃくちゃ死んでそうだな、これ。どうすんだ。え？え？平和、平和。だいぶ平和だった。これ素晴らしい。何も来てない。これ俺白でいいですか。マジで認めたくないけどこれは隠白です。はい、タコワンさん、あ、ボタンか。白すぎるわこのボタンは。白すぎません、ちょっと怪しいくらい白い。え、マジでマップ全然わかんなくなってる。誰も倒れなかったな。コロンさん、なんで僕とスペシメン行くの嫌がったんですか。あ、いや、あそこ入った時点でスペシメンタスクないなってことに気づいて U ターンしました。俺はホロンさんと行こうと思ってたら引き返したから、なんでやねん。いや、でも、あ、まあ、なんだろう、疑われてるって思ったってことですかそれ。いや、2人なんそう、うん、そうっすよね。ジェスターとかの可能性ありますね。まあでもなんか若干それ疑ったんですよ。いや、でも逆に言うと僕インポスターじゃないなさそうって感じじゃないですかそれ。その2人きりになるの嫌がったっていうことは僕はインポスターではないみたいな。まあまあ、難しいは逆、まあそういう話ではあるかもしれないけど。そうですよね、そうですよね。平和だね。なんだよ、みんな忘れちゃったの。やり方ドアも閉まってなかったし忘れちゃったね。みんな殺意忘れてるな。
さてさて。タコワさん、タコワさん、はい、タコワさん今、あ、ごめん、今ボタンだよね。はい、はい、ボタンスボタンス。俺今一瞬見えました、あの、俺も見えた。通報ボタンが。俺も一瞬今通報ボタンが見えて、どこかというとウェポンズの左、ボイラーの右のところ、広場に死体があって、レポートが引っかかったんですけど、バイタルを一生見てて、停電する本当に2秒前ぐらいに死んで、あ、じゃあアヨハさんだ、アヨハさんがそこから入ってきた。なんで？アヨハさんエレキいたよ。エレキ、あれ？ですよ私。いやだ、最後はエレキでしょ？はい。最後はエレキなんでしょ？アヨハさん下から入ってきましたよね。はい、ルート的にはそっちですね。そうですよね。で、僕とタコマンさんそこら辺にいたんですけど、アヨハさんがその下から入って停電になる前に下から入ってきてて、でも私マヨさんの死体見てないっすよ。だからその後僕とタコマンさんが外出たら、レポートボタンが2人とも光ってるんで、ちょっと待って、ちょっと整理したい。そもそも停電前って皆さん誰か死にありますか？お母さん、うん、とホロンさん、停電前、はい、私とホロンですね。はい、本当停電直前に死んでんですよ、マヨさんは。停電直前か。はい、だから停電の時に一緒に誰かいたら、多分その人たちはシロだと思うんですよね。でも大川さんはコミュニケーションに一緒にいたんで、大川さんとは違う。でも私、バクトさんいました？死体の位置、ウェポンですよね。いや、なんか停電なった後じゃないかな。俺、なんか行ったら、人が入っていくのが見えて、停電なったけど、人が入っていくのが見えたから、白を出して、白を出して、バクトさん、白だと思う。これ、停電直前にコミュの左下の迷路をエロちゃんやってるの見たよ。ああ、そうですね。いや、私、停電前、ネロちゃんさん。迷路やってる。ネロちゃんと加藤さん会ってますもん、停電前。で、ネロちゃんは最後ね、コミュニケーションにいるよ。うん。あ、そっさんか。俺見てる。じゃあ、そっさんとネロちゃんは OK で。そっさんもちょっと会ってます、私。タコマンコヘイもしろ。え、そうっすか。ボイラー室。俺わかんない。はい、わかんないです。ボイラー室で、助けてたんで。あ、じゃあいいや。俺目線、タコマンさんはしろ。で、はい、俺とタコマンさん一緒に出たときに一緒にレポートボタン光ったわけだから。ちょっと距離ありませんか、それぐらいだと。まあ、私だって停電前タコマンさん、タコマンさん白です、タコマンは白です、タコマン白です、はい、俺白です。結構合ってるんです、その辺の人たちと。やばい、これまずい、本当にまずい。それはアヨハさんだと思ってる、これ。それはない、それは本当にない。まあ確かに、あ、俺まだちょっと白っぽいけどね。アヨハさん白いんだよ。そうなのよ、アヨハさんは白いのよ。忘れてたわ、激ヤバ白いんだよね、アヨハさんって。ペペレペン、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 ペ。はいはいはい。なんか整理 したい、うん、話したそうにしてた2人がもうたまさないの、なんかちょっと怪しいんだけど。いいですか、うん、まず停電前に白を出したくて、うん、でネロちゃんとソスさんは白出しがお互いできてるんですよね。まあ、多分ソスさん見えてないけど。どっち側でしたっけ？コミュニケーションか。俺が入った時にはもうネロちゃんはコミュニケーションのダウンロードやつ。コミュニケーションだったらやれる可能性あるってことじゃないですか。停電中。でもコミュニケーションに入る前に迷路でメロやってんのネロちゃん俺見てるよ。うん、でも死んでるのそこら辺の位置なんですよね。私見てますそれ。コミュニケーションは最後重なったの俺入れて3人だと思う。うん、なるほど。バクトさんは俺は見えてないです、多分。あのタスクの多分。ああ、画面を開いてたからってこと、はい、画面を開いてるから。で、俺は3人したときに停電したってことですか？いや、停電になってから俺は入ってる。そう、なってから俺とソッさんは入ってて、で、最終的には重なってる。停電になってからコミュニケーション入ってたら、さっきのその、小平さんの話だと、ウェポンの横あたりになるって話ですよね。そうです、ね。ウェポンとボイラールームの間って聞いたっすけど。そう、ウェポンとボイラーの間って言ってた。ただ、多分ウェポンが、ウェポンコミュニケーション側の可能性もある。すげえ下側ってこと？いやいや、そうとも限らないです。あのボイラールームのところ出たときにレポート光ったんで、はい、じゃあコミュニケーションだと入り口、うん、コミュニケーションの前ってわけではなさそう。そうっすね、どっちかというとボイラーより俺は光ってなかったっすよ。
降りてきた時、うん、ちなみにダリモコさんとガクトさんはどこいたんですか。ガクトさんは私にいました。ガクトさんは停電前に右上にいたんで、はい、ガクトさんはほぼ無理っすね。そうですね、僕はドロップシップあたりだったんで。あ、そうか、ホロさんとガクトさんも、ね、ダリモコさんも停電ちょい前にストレージいたんだけど、ダリモコさんはその後ホロ見てないんで、まあ、そこ無理、そこ無理。あ、そうなんだ。だから白はだからガクトさん、ダリモコさん、俺もじゃない、ホロンさん、ホロンさん、多分ソスさん、ネロちゃんかな。で加藤さんはそのなんだろう、停電になる前はあのエレクキの金網の横の迷路やってました。うん、迷路やってたよ。はい、それは見てます。それネロちゃんも見てる、はい、厳しそうだね。でだからすれ違ってはいます。僕目線だとボイラーで僕は先にタスクやって、その後タコマンさん、ほぼ一緒にタコマンさんとボイラー行ったんですけど、それでタコマンさんの人ら俺から出してて、そうですね、停電なる直前にアヨハさんが、そうそう、アヨハさんがボイラー、アヨハさんめっちゃ白いんですよ。そうだ、俺ネロちゃんも全然まだ分かんない。俺も全然ネロちゃんまだ分かんないわ。俺白だよ。アヨハさん結構早いタイミングで入ってたけどな、一通、うん、るこれ。もう暇じゃん。どういうこと？一体これは？小平さんとソスさんが一緒バイタル見てて、うんうん、ネロちゃんがコミュニケーションの横のとこのにずっといて、うん、それ以外見えてない。バイタル見て、ヤコさんとこいたの？これ死体発見？カメラ。死体発見でしょ？死体発見、アイハさんの死体、ラボラの方に行ってたのは見てる。いやー。あれ？加藤さん？アイハさんの死体。バクトさんとアイハさんはラボにいました。加藤さんの死体発見だよ。あ、ちょっと待って。はい。ちょっと待って。なんでソスさんが発見したのこれ？いや、違う。でも、俺は、バイタルに来る前、最後のタスクはラボだったのね。で、ラボでタスクやって、バイタルの方戻るときには、アユハさんとバクトさんとはすれ違って。え、加藤さんの話聞きたくない？ああ、どうぞ。はい。え、ごめん、ソスさん、それ女性室に入ってったのが、アユハさんとバクトさんってこと？いや、そこまでは見てないです。ラボの入り口の通路あるじゃないですか、ストレージ側の。そこですれ違ってるから最後に見かけてるんだったらラボにアユハさんとバクトさんがいるなっていうことは俺は分かってるっていう話です。アユハは俺見てない。みんながの場所を教えてほしい。コミ前タコマンホロンオーツコヘウソス。俺最後コミ前っすね。女性と右下の通路の間ぐらい。タコマンホロン無理だと思うんだよな。今一人だった人誰ですか。ヤコはカメラ見てます。一人で。私も一人でした。デルコさんどこっすか。私はドリル、リアクタードリルらへんです。リアクタードリル。ごめん、俺シェリフなの。で、俺、アユハさん怪しいと思ってて、はいはいはい、で、スペシメンにいるの、今。で、アユハさんと、今死んだのガクトさんでしょ？と、もう一人誰かいて、俺がアユハさん殺したの。はいはい。そしたら、もう二人いる、もう一人がガクトさん殺した。で今の話的にだから多分コンボで殺したつもりでいたんだと思う。なるほど。でもこれ残ってんの、そうなると残ってんのってネロちゃんは白誰か。ネロちゃんは最後ダリモコさんかバクトさんなんだけど、俺が色が覚えてない、うん、もうアユハさんの色しか見てなかったから。でもそっちの方行ってたのバクトさんですよね。バクトさんじゃない。いやだから俺は通路にいたから俺の先で起きてるってことでしょそれ。そしたらダリモコさんしか浮いてないから。私、ちょっとね、小平さんとはすれ違ってから。バクトさん撃てばええんちゃう。うん。撃てばええんちゃいますか。ええんちゃいますの。映画見よ。何って感じになってる。
何何別にいいじゃん、ほっといてよ俺のことは。ああ、自爆、自爆だよね、これ俺ダリモコさんだと思うわ。あ、自爆なんだ。違うんですけど、でも私今ずっとスペシミに行こうと思ってアドミンでドア開かなくて困ってたので誰にも会ってませんね。いや、今のシェリフが、今のはシェリフの自爆なんで。え、加藤さんは誰打ったんですか？バクトさん、多分バクトさんじゃないですか。いや、確定、確定で確定でバクトさん打って、俺一番近くいたよね。うん、うん、一番近くいました、うん、でバクトさんが打たれに行ってるのも分かったし、でさ、そうするとさっきの やったのはダリモコさんってことになると思うんだよな。あの、他だって2人でくっついてたんですもんね。他2人見えてるし、ダリモコさん俺のこと見、あの小平のこと見たって言いましたけど、どこで見えました？でもあれですね、ドープシップ一番上の真ん中のところ、ドロップシップの前ですれ違ったので、わったかさ、すれ違った位置関係的にはどこですか？ドロップシップらへんから小平さんが降りてくるときに、私がドリルの方に向かっていくので、はいはい、多分そこですれ違ってるんです。まあ別にこれ何の証拠にはならないですねというのと、私も今最後の時にアドミで一人だったんで、うーんって感じですね。どっちからドリルの方行ってたんですか？どっちからどういうルートでストレージと、で、あの燃料の入れ替えをずっとやってて、そっから、はい、ドリルの方に向かってロケットの打ち上げをやってました。外出てストレージの左側の出口からですかね。なんか俺見えて、ね、俺視点見えてないから、なんか7人理論だと目いいな。いやでも1人つきれてるじゃないですか、あやはさんで。ジャッカルの可能性もあるし、うん、そう。でもジェスターがいるのも怖いし。でもダリムコさんがそのオイルのタスクやってるっていうのは結構信憑性あって、ストレージで組んでるので見てるから。そうだ、ね、一番最初、確か一番最初スタートの時、小平さんと俺とダリモコさんがオフィスの左側から出てるはずなんですよね。そうそうそう。で俺ドロップシッパー上がって降りてってなってるんですけど、ダリモコでもなんかさっき急にダリモコさんがなんか私一人でいましたって言い出したのが、ワンチャンジェスターあれ絶対ないの。でも正直私今誰も白出しできない、ほとんど誰にも会ってない、誰にも白出しできなければ、皆さんの話を覆すだけの黒出しもできてないんで、とりあえず大川さん、ワクトさんはもう白角で置いて進めるしかないんじゃないかな。まあただジャッカルに取られちゃう可能性もあるんですけど。いや、ないないない。あ、ないんだ。あ、ないか。あ、ないのか。じゃあもうここ白角置いてで進めるのか。ないっていうのはどういうこと？サイドキックにならないと話じゃない。そうそうそう。ああ、入ってないはずですよ。確かにサイドキックなし。了解です。これスキップ入れてます。歩兵スキップ入れてます。人いすぎだろ。ソスくんが画面左下の方で死んでました。マップ左下の方。ソスくんずっと俺についてきてたけど、はぐれて。ウェポンの左。ボイラーとウェポンの間。ああ。なんか今倒れたように見えたけど、わかんない。確証ないっす。あれ、小平さん、ラボのあたりいましたよね、ノロちゃんとか一緒に。
あ、今の皆さん今の場所を教えてください、うん、ネロッチャ左上から今バイタルを見ようとしてたっていうか、まあ開いた直後ぐらいの感じや、はい、俺はウェポンとボイラーの間で死体発見つけた。ボイラーから発見ね。俺はセキュリティのカメラ開こうとしたところで、その前にエレキタルからにタコマンさんと俺がいます。はい、はい、俺もエレキです。今エレキの中。誰もさんはウェポンとアドミンの間です。じゃあドロップシップに今1個死体ありますね。で、死体発見の10秒ぐらい前にドロップシップ2人いて、今1個残ってるのが死体ですね。おお。ただ誰かは俺からは言えないっす。なんで？誰が誰か分かんないんで。言えない。ああ、言えないっていうのは隠してるっていう意味じゃなくて。アドミン見てただけ。分かんねえっていう。いいじゃないですか、ホッサン。いや、分かんないんだって。でも今の話からすると、俺かネロちゃんかタコマンさんの中の誰かじゃない？なんで？え、だってあの辺、俺はバイト。俺、ダリモコさんだと思ってますけどね。変わらず。でも私はウェポンとアドミンの間でメールやってたんで違いますね。あ、違う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 。それは誰も俺より正直ダリモコさんはほぼ黒だと思ってます。うん。じゃなくてあれですよね。小平さんの方の消えるってことですね。そう。でも小平さんってタコマンさんと一緒に、私タコマンさん小平さんと一緒にスペシメントラボまで来て生きてるのを見てるんですよ。そうですね。そこまではまあ最初の方なんで。そっから先会ってないですね。そうですね。なんか。うん。まあタコマンさんまで俺的には白っぽいので。そうですね、俺白い。夜行ホロンネロの3人だと思いますよ。もう一人やってるのは小平さんの話ですか。うん、んネロちゃんがタコマンさん白く 見えるのはなんで。エレキ待機してたからっすね、ずっと。はい、で夜行さんもなんかそん、あ、じゃあどこだだどうします。ダリモコさんに入れます。ダリモコさんはつーごめん、スキップ入れた。あ、俺吸っちゃったよ。いや、ホロさんもあるけどな、全然な。アドミン情報がね、結局どこまで本当かは分かんないけど、まあ大体合ってるから。お、ボタンねえじゃん。あららららら、さんってまたアドミン張り付いてんのかな。みんなつづら。ここで一緒にいんのやだな。まあそうだよね。今死にました。ホロンさんでしょこれ。ホロンさんかも。俺光った瞬間にレポート入った。通報ボタンで俺なの。ちょっと待って、てかね、他にできる人がいなくて、タコマンさんって俺目線めっちゃ白くて、大川さん確証出てるから俺かホロンさんしかなくて。そうですね、今エレキの中で死体やって、俺とホロンさんがエレキの中います。俺エレキ行ってないから、それが嫌だったから、その状況が作られるのが、はあ。いや多分さっきの素損をやってんのがホロンさんで、多分イビルハッカーで見てんだよね、アドミン。あ、うん、ちょっと待って、確かに。ってそうじゃないと、そこまで正確な位置出ないわけよ、多分。いや、待って、これマジでね、めっちゃ後悔するよ、俺のことするのは。ホロンさんが終えるのって、俺のセルフしかない、素損をやったのは。多分ね。お母さん目線、俺やってました。エレキに走ってた？エレキに走ってました。俺はエレキでタコマンさんが最初、まあ、そこ直してて、それに俺はエレキに走ってたんよ。そう、これ通報、俺が押したんだけど、通報した瞬間、大川さんはエレキの中に入っていった。うん、タコマンさんは直してた。うん、で、死体はエレキ一歩入ったところにある。俺の前、後ろ。死体？ホロン。ホロン。俺は前。は俺は前。前にいた。タコマンさんが直してて、大川さんが入り口にいて、はい、俺はタコマンさんと大川さんの間にいて、死体は入り口。だエレキに走ってたのは間違いないと思う。じゃあ俺はネロちゃんに入れます。俺いないのに、その場に。いや、ネロちゃんはいます。エレキの入り口には絶対にいる。大川さんそれ見てんの？俺のこと見てる。いや、俺は見えてないよ。だじゃあどうやって俺が、俺はネロちゃんと重なってエレキに入ったから。でネロちゃんはエレキには入らなかった。俺は入った。なんでそこで見えてんの？俺見えてないのに。俺は重なってたから。だからネロちゃんが嘘をついてる。
これどっち？俺はホロンさんしかできないと思うんですよ。さっきのソッサンのキルもそうだけど。オーカーさんはタコマンさんに合わせる。隠しろでタコマンさんはエレキを直してとなると俺はネロちゃんしか入れないですね。これホロンさんいます。どっち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 。俺ホロンさんでいます。いや後悔するってタコマンさんマジで。やめとけって本当。なんでだよ、俺のことさ、ドロップシップもさ、言っても本当のこと言ってんのに。ええ？タコマンさんなの？やば。これボタン間に合わねえじゃん、終わったじゃん。いやー、お母さんとこっち来ても意味ないよ。嘘。あーこれはバッドさんニヤニヤだ。いや無理でしょ、疑い範囲やぞ、これだから。これなんだろうね、どういうこと。これバッドさん攻撃したわけじゃないですか。あのね、あの俺の上に誰か一人いたんよ。俺のすぐ上。俺いましたね。俺ね、多分ね、バクトさんを撃ったか、ネロちゃんが近くてどっちかに当たって。座れたんだな。座れたんだ。あの距離で俺座れたの。うん、そう。だ俺もびっくりした。俺は撃たれて終わるつもりだったから。あー、そうなんだ。うん。で、あって思って、どうしようってなって。そうか、そうです。あの、インポスターの方が。これは無理だと思います。大川さんは最後俺のこと選んで殺したんですか。いや何も選んでないですよ。あマジかよ。俺とりあえずもうやるチャンスないから走ってる最中に誰かキリアうやむやになるだろうと思って。いや俺あとバッタさんを殺されたもん。マジでこれ加藤さんが言ってたコンボでやったつもりなんだと思うっていうのはまさにその通りで、俺アイハが来たもんだと思ってたの。私もボタンを押したのに。うん、私もボタンを押したのに。そしたら、アイハさんしか見てなかったから、アイハさんの色に合わせて切るしか意識してなかったから、そしたらなんでアイハ死んでんねんってなって、俺殺せんのってなって、すげえパニックになって俺は。で、俺はもう笑いを我慢しててずっと。こんなん加藤さんからしたらもろバレじゃんみたいな。まあそうで俺加藤さんジャッカルだと思ったの最初。ああなるほど。でそれだったらお互い多分言わないよなと思って。はいはい。でそしたらシェリフとか言ってるから終わったじゃんと思って。でインポスターのがキル早く上がるからあんま最初にくっついておきたくなくて。ああだからまあそう、俺はね、でも切る気なかった、正直。なるほどね。え、何これ。だって飛んじゃうし。だか誰かが飛んだの見て、合わせよっていう感じってことですよね。いや、もう俺死ぬつもりだったよ、あれは。だってどうしようもないじゃん。あのローラーして終わりだし。いや、もう奇跡っすよ。だって俺もそんなに近くなかった言うて。いや、俺の方が近かったと思う。いや、絶対そう、絶対そう。なんかね、上下ね、同じぐらい並んでた、二人が。ああ、まあまあまあ。そう、俺はサイドステップしてて、俺サイドステップしてたから離れた瞬間かもね。何回もバクトさんとエロちゃんにすげえあのフォーカス合ってた。ああそういうことか。いやこの場所でキルすんのは危ねえなと思ってちょっと離れたりしつつ、いやただ隠し道に見えちゃったわあれ。インポスターが上がるから最初からくっついとくの嫌 で、上がった瞬間近づいてキルしたんだけど、多分ネロちゃんに当たったっぽい。ガクトさん時間大丈夫ですか。えガクトさん、ああなんかもうちょっとだけできます。もうちょっとだけいる。じゃあもう一試合やりましょう。お願いします。あと一人。隠しろ相当強いっすよね。めちゃくちゃ隠しろだと思った。めちゃくちゃ強いわ。きついだろ今のは。バクトさんかな。あとバクト。いやあれ最低だと思うよ。うん、いやまあゲーム壊れちゃった。ゲーム壊れちゃったと思いながらやってたもん。ソッさんと一緒にいたけどはぐれちゃった。つってもそうそうそう。俺だって完全にあの盤面で一人だと思ってましたもん俺ジャッカルの。